Yes. Wow. Wow.大学です。大学のあそこのバインミー屋さんですよね。大学の目の前にある。友達のおすすめで今から行きたいと思います。確かミニストップの横にあったから。Here, here, thank you. お、ローカルバインミーはここにあって、ちょっとおしゃれバインミーがあそこって感じです。バインミー屋の前にバインミー。OK。Sorry, how much?Yeah. You like it? Yeah. Oh, yes. Nice. You like local food? Local? Yeah. I like Vietnamese food. Okay, bye. Bye-bye.本当はおしゃれのバインミー屋さん、あそこに行こうと思ったんですけど、なんかローカルのバイクの方がすごい止まってる、こっちの方が美味しそうに見えて、バインミーはここで食べたいなって思います。バインミー 10K って書いてるのと12と 13K があって、僕が卵が入ってるのがいいんだけどな、なんて言えば伝わるかな。あ、チーズと卵を入れたいな。なんかこういうのもあるんだ。ちょっと今バイミー。オプラ。あ、エッグエッグ。あ、thank you。おお。美味しそう。使えた。ちょっと今バイミー。おー、パテ塗って、前を塗って、おー、いいね。カモイカモイイエーイ笑ってるめっちゃやったかゲットです。すごい笑顔が素敵だ。あ、ソーリーソーリー。バインミー、
ホーチミンで初めて買えました、一人で。では実際にこのバインミー卵、これいくらだっけ、110K だから50円ですね。いただきたいと思います。このお店です。美味しそう。いただきます。いただきます。うまっ、うん、めっちゃ美味しい。このホーチミンの大学のある、これ大学なんですけど、この大学の前にバインミー屋さんが3軒ぐらいあって、ここが一番並んでたので、ここので、おばちゃんがすごい優しくて、あとなんか常連さんみたいな方も後ろで食べてらっしゃって、すごいあの美味しそうだったので、食べたらめっちゃ美味しいです。うまい。そして安い。これ毎日食べれる。うん、あのめっちゃうまい。中はこういう感じで、きゅうりとかナマスとか、あと卵、揚げた卵でした、この店は入ってて、あとちっちゃい布巾と爪楊枝もあります。美味しかった、おすすめです。それでは OK You 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 Sorry 3, 2, 1 OK Thank you ガモイ、ガモイ。マジで美味しかった。